こんにちは、じゅんちゃんです。どうもこんにちは。本日もですね、ちょっと皆さんにお伝えしたいことがあったので魔法使いの学校を開校してまいります。イエーイ、イエーイ。はい、ではですね、本日もちょっと皆さんにお伝えしたいことがあって動画をアップすることにしたんですけれども、今日ね、一体どんなお話をしようと思ったかというと、この動画をね、見てくださっている方々、皆さんは、ここからの展開は本当に奇跡のようなことをたくさん起こしていく人なんですよっていうね、お話をさせていただこうと思います。なんでこのお話をしようと思ったかというと、今日は質問に答えようかなと思って、えいとこうね、開けたそのメッセージっていうものを読んでいたら、あ、これはこういうふうに皆さんにお話しした方が良さそうだなって思うものだったんで、その方のメッセージっていうものをシェアさせていただきながら、お一人お一人がここから本当にね、素晴らしい奇跡のような道のりを歩む人なんですよっていうね、お話をさせていただこうと思います。で、その前に一つだけお話しさせていただきたいんですけど、昨日の朝に出したメルマガで、私がね、魔法使いの学校にね、入学されてる方ですかね、メルマガを読んでくださってたりだとか、この動画を見てくださってる方々と、そのうち集まれたらいいなっていうことをね、ちょろっと書いたんですよ、メルマガに。そしたらね、ものすごい人数の方々からメッセージが来てて、もしもみんなで集まれるんだったら集まりたいみたいな、メッセージ出してくださった方々がいて、メッセージね、ありがとうございました。本当にね、みんなの言葉見てて、そのうち企画しようって本気で考え出しました。ただ、このね、ちょっと時代の流れ的に、リアルで会うっていうのがちょっと難しいかもしれないから、オンラインのみになっちゃうかもしれないんですけど、一応その、企画は考えながら、早くても秋とか冬くらいにもしやるってなったら皆さんにはシェアさせていただきます。なので、まずね、メッセージ出してくださった方もありがとうございました。それ以外でもね、わざわざなんか本当に勇気を出して、メルマガのメッセージにね、ご挨拶のメッセージを出してくださる方がいたり、配信されている内容を実践してみたら、こういう風な状態が起きたよとか、さまざまなご報告を出してくださる方がいたり、前からね、知っている方も、最近私のことを知った方も、近況報告をね、してくださる方々がいたり、さまざまなご質問をしてくださる方がいたり、本当に皆さんありがとうございます。あとね、メッセージは出さないまでも動画を見てくれてるとか、メルマガを見てくれてるっていう方々にも本当にね、感謝してます。なので、みんなに有益なんじゃないかなって感じるようなものがあった時には、バンバンね、情報は今後もシェアさせていただきますんで、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。本当に感謝感謝。そんな感じで、本日の本題に入りたいと思います。本日皆さんにね、お伝えしたいお話っていうのは、さっきもお話しさせていただいたように、本当にね、一人一人がここから奇跡の道のりを皆さんは歩めると思いますよっていうお話をさせていただこうと思います。で、なんで私がそれをこんなに強く言えるかっていうと、そもそも論で、これからあなたは奇跡の道のりを歩む人ですっていうようなサムネイルを皆さん見ていただいていると思うんですけれども、宇宙の法則として、宇宙の法則の中の波動の法則っていうものがあるんですけれども、その考え方として、自分自身にその要素であったり、その波動っていうものがある人じゃないと、そういう言葉自体をキャッチすることが起きないんですよ。これはもう法則なんですよね。なので、その言葉をキャッチしている時点で、あなたという人はそういう本当にミラクルを起こしていくっていうような人なんだっていうことは、ぜひ知っておいてください。今までね、様々な自分自身がこう苦しかったっていう経験もあるかもしれないし、本当にたくさんの努力をしたんだけれども、なかなかそれがうまくいかなかったっていう経験ももしかしたらあるかもしれないんだけれども、でも大丈夫です。1秒前から過去だから、
うん、1秒前から過去だから今この瞬間から未来はどのようにでも作れるんですね。うん、だからぜひそれをね、皆さんは楽しみに今後ね生活をされていってほしいんですけれども、うん、まずこのお話をしようというねきっかけをくださった方のメッセージを先に皆さんにはシェアさせていただきたいと思います。うんうん、じゃあそのメッセージを出してくださった方のお名前がイニシャルで MM さんですね。はい、ありがとうございます。じゅんちゃんこんにちは。いつも私たちのためにたくさんの情報を出してくれてありがとう。じゅんちゃんのオープニングの少々抜けたお顔満面の笑みが大好きで、いつもそれを見るだけで元気をもらえています。かっこ顔ピカピカですね笑い顔ピカピカとかそう結構言われるんですよね。で私もみんなからのメッセージで、じゅんちゃん顔ピカピカだねとかっていうメッセージが来てから、私もピカピカなことに気づいたんですけど恥ずかしいそう、じゅんちゃんの情報をキャッチしだしてからは臨時収入も入るようになったし、幼い頃から悩まされてきたアトピーが少しずつ良くなってきていて、さまざまな変化がとっても嬉しいです。本当にどうもありがとう。でも私はやっぱりアトピーがあるせいか、見た目に強いコンプレックスがあります。じゅんちゃんの動画を見ながら、私でも素敵なパートナーを引き寄せ、結婚ができるんだと、意識改革、行動改革をしているんだけど、お肌が綺麗な人を見ては、ふとした瞬間に自分と比較してしまって、自分責めをしてしまい、将来を不安視して押しつぶされそうになります。早く達観した自分になれるように、ここからも頑張ります。いつもありがとう。大好きです。MM っていう風にね、書いてありました。うん、メッセージ本当にありがとうございます。うん、まず、ここのね、いろいろと様々な多分ね情報をキャッチしながら臨時収入が入るようになったりだとか、アトピーの状態が良くなってきたっていうこと、本当にすごいと思います。おめでとうございます。うん、すごいよ本当に。そこだけでも本当に十分すごいなとは思うんだけれども、でも MM さんはやっぱりこの素敵なねパートナーと素敵な結婚生活っていうのを送りたいっていうことをねおっしゃっているわけですよね。うん、でも今ある自分自身のそのコンプレックスっていうものであったりだとか、うん、ちょっと比較しちゃうっていうような意識があると、本当にそのような現実が作られるのかがとっても不安になっちゃう時があるっていう風にね書いてあったんですけれども、ね本当にねみんなぜひ知っておいてください。皆さんは確実に自分が作りたい未来は作れます。うん、なんて言ったらいいかな、この感覚をぜひ覚えておいてもらいたいんですけれども、うん、自分の未来は自分で選ぶことができるんですよ。うん、選べるの未来は、うん、自分自身の未来ってどうなっちゃうんだろうっていうような意識で歩んでいっちゃうと、やっぱりこうゆら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 とどういうふうに自分の未来が作られるのかっていうのが分からなくて苦しくなるような毎日を生きるっていうことは起きちゃうかもしれないけど、そうじゃなくて今この瞬間に私自身はどういう半年後を生きたいんだろう、私自身はどういう1年後を生きたいんだろうっていうのをしっかりと選んでください。うん、ちゃんとそれを選んでさえくれれば、そしてその選んで自分自身はこういうパートナーとこういうお家に住んでいて、そして MM さんだったら、じゃあ子供が欲しいんだったら子供は何人いるんだろうとか、そういう想像をしっかりとしながら自分の生きたい未来を選んでほしいんですね。うん、でそしたらちゃんとそれを想像するっていうことさえしてくれれば、しっかりとその次元はポンと出現します。うん、もうそしたらもうそこに一目散というか、もうただもうそこにロックオンして、その状態っていうのを想像しながら、わあ幸せだなーっていう、そういう感情のもと自分の振動数をそれで保つということができれば、確実にその未来は作られます。うん、だからね、ぜひ覚えておいてください。今までの過去っていうところにフォーカスして、今までの過去の経験っていうところから未来ってどうなっちゃうんだろうって思うんじゃなくって、過去っていうものはもう考えなくていいから、うん、1秒前から過去だから、今この瞬間に自分の作りたい未来は選べるんですよ。うん、
過去がどうとかじゃなくていいの、過去からこの後どうなっちゃうのかなって思うんじゃなくって、今この瞬間に私はどういう半年後を生きたいんだろう、どういう1年後を生きたいんだろうっていうのをしっかりと想像してください。選んでほしいの、自分の未来を。そうしたらあとは自分自身がそうなっているっていう想像しながら、うわあ幸せでございますねっていう、その振動数を持ちながら、日々を生活してもらうっていうことができれば、確実にその未来っていうのは作られていきます。だから奇跡は起こせるよ、確実に。なんていうかな、このメッセージの中に、なんだろう、こう今の自分ではそういう未来を作るのは難しいんじゃないかって思っちゃうようなこの瞬間があって、そしてその状態、その自分になると本当に不安で押しつぶされそうになるっていう風に書いてあったんだけど、大丈夫だから、大丈夫、本当に大丈夫だから。私でも結婚できたんだよ。なんかよくね、なんか純ちゃんだからできたんじゃないかとか言ってくださる方いらっしゃいますけど、私もうやっぱりなんていうか、自分なりに自分のことをこう自己修正をかけながらちょっとずつここに来ていて、でやっぱりね、私のやっぱり30歳くらいまで、ついそうですね、だから 5,6 年前とかまでの自分っていうのは相当ひどいもんでしたよ。とにかく自分自身が作りたい未来っていうものをちゃんと選ぶっていう感覚が大切なんですね。過去っていうところだとか、あとは今ある不足っていうもの、今ある不満みたいなものにフォーカスしてしまって、そしてもう無理なんじゃないの、未来なんてどういう未来になっちゃうのっていうような、自分自身の未来っていうものって自分自身で作り上げていくものなのに、どうなっちゃうんだろうっていう、その目線で見た時点でちょっと投げちゃってるわけじゃないですか、未来を。でもそうじゃなくって、どうなっちゃうんだろうっていう風な意識じゃなくて選ぶの。それだけで大丈夫だから、そうするとその道のり、自分としては想像もしてなかったような奇跡だな、本当にこの道のりって奇跡なんじゃないかなって思うようなことがポン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 作られますから。宇宙の法則ってものを駆使するだとか、宇宙の存在とこの現実を共同創造していくっていう時に、もう宇宙っていうところのその存在と共同創造なんてするってなったら、もう宇宙ってもう本当にやってくることが地球人の想像をはるかに超えてきますからね。もう無限大なわけじゃないですか、宇宙っていうものがやってくるものっていうのは。本当にこんなこと起きるんだって面白い展開ってね、いくらでも作れますから。だからぜひ MM さんもそうですし、このね動画を見てくださってる皆さんも、自分の未来っていうものは自分で選べるっていう意識のもと、今この瞬間です、今この瞬間だよ、この瞬間に、じゃあ3ヶ月後にはどうなってたいのか、あとはじゃあ半年後にはどうなってたいのか、1年後にはどうなってたいのかっていうのをちゃんと想像してもらって、自分がそうなったと思って今を生きてみる、その感情を発しながら、日々を生きてみてください。せめてエイブラハムが言うその感情っていうもの、その波動っていうものを68秒は日々ね発するようにしてみてっていうことを言われますけど、そういう部分はちゃんと自分で保ちながら、日々をね過ごしてみてください。ちなみになんですけど、ちょっと、プラスして1個だけお伝えしておくと、MM さんが肌の状態がちょっと良くなってきているっていう風にも報告してくださってましたけど、実はね、肌の調子がいいんだよねっていうご報告結構いただいてるんですよ。そう。で、私自身も結構ニキビっていうのが結構ね、できやすい人だったんですけど、未だにちょろちょろとできたりもするんですけど、でも、昔と比べたらだいぶそれが減ったっていう人で、だから参考になるかわからないけど、やっぱりね、自分で目をするだとか、自分自身にひどい言葉掛けをするみたいな、なんか自分が傷ついちゃうみたいな言葉をかけるのをやめるとか、ちょっとでもそれを減らせるようにするっていうことを努めると、肌が綺麗になる人は結構多いみたい。なので自分自身をこう責めるっていうようなことをやめるだけでも肌の調子が良くなるっていう方結構いらっしゃるみたいなんで、なのでぜひね、MM さんも今後さらにね、その肌の状態が自分としては嬉しいって感じるような状態になるってことも起きてくると思うから、肌の状態っていうところも別にオーダーあげちゃってもいいわけじゃないですか。宇宙の存在は何をオーダーを出してもイエスとしか答えないから、確実にそこのサポートもしてくれるはずなんで、
ぜひ宇宙にお肌っていうところのオーダーも出しながらね、自分が嬉しいな、こんな状態になって嬉しいなっていうような未来を作り上げていってください。本当ね、皆さんは大丈夫だから、本当冒頭でもお話ししましたけど、あなたは奇跡を起こせる人なんですよ、本当にここからすごい奇跡を起こせる人なんだよっていう、そういう言葉をキャッチしている時点で、その要素がある、その振動数、その道のりを歩んでいるっていう方たちでしかないんですよ。それは波動の法則だから、どうやっても覆すことができない法則なんですよね。だからぜひ自分自身は奇跡を起こせる人間なんだ、今までの経験があったからこそ、この瞬間から、今この瞬間からしっかりと未来を選択することができるんだっていうことをね、信頼して、ここからの展開も楽しんでみてください。じゃあ、本日お伝えしたいことは以上となりますので、また何かお伝えしたいことがあれば動画アップさせていただきます。ではまた、失礼します。